ドーン、産業革命、ハンマーバンキー、一人で森はやめるなり、うるさーい、ブーッ、うおー、あー、ドドン、うわー、あー、バスを見せる、ダダ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 、ドンドン、うわー、みんな、お待たせ。レン、ギーン、ミュウ、お前その体で無茶をするな。大丈夫よ、兄。ミュウは私がサポートする。ノープログレム。ピシチュー、ピシドーン、ガーン、うわー、うわー、ピシュー。ほっ、一人で戦おうなんて水臭いぜ、兄貴。俺っちだって、いつも一緒だよ。そうだったな。G9 フォーメーションっす。G9 フォーメーション、エンジン合体。ピシッピシュ。ピシッピシュ。ピシッカチャン。ピシッピシュ。ボーン。ピシッピシュ。ピシッピシュ。ドーン。ブーン、ドーン、ピシッ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 、ドーン、ドーン。あ、球体のエンジンと七人の心が一つになったときに、空と大地に君臨する王、エンジン王 G9 が生まれるでござる。ピキーン。G9 チューンアップ、ゴーオン。兄、ごめんね、私のために。いや、俺の方こそ心配かけてしまったようだ。みんな行くぞ、ヒロト、これを使うっす。レンとボエール教官が協力してパワーソウルを改良してくれたの。みんなの力を合わせれば不可能はないっす。名付けて闘魂ソウル。ほい。ピッ。お前の言う通り、俺は大切なものを忘れていた。武器が力になるわけじゃない。人とエンジン、仲間との絆こそが本当の力になるということを。へっ、うん。ああ。うん。うん。もうゴローダはただの武器じゃないっす。人とエンジンの魂が注ぎ込めるっす。ああ。今のお前になら使える。やれ、ヒロト。うん。うん。うん。仲間との絆を力に変える。闘魂ソウル、セット。ピュッ。ふん。はぁ。ブーン。ドゥクドゥクドゥク。あぁ。うん。うわぁ、大きくなった。驚くのはまだ早い。ピュッ。ゴゴ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 、ドゥシ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 。ブーン。ブーオンオン。ブーコンソールをセットされたゴローダー GT は、足、足、巨大化変形して、アクションモードになるんで。ピシー。ドーン。ピュイ。うわぁ、変形までした。これがゴローダー GT の本当の姿か。その通りである。うわぁ、なんだお前は。行け、ゴローダー GT。ブッ、ピシ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 ッ。ドーン、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 ドーン。うわぁ。ドーン、ドーン、ドーン、ドーン。うわぁ。ドーン、ピシッ。ブッ、ドーン。
ゴン、うわピシッ、ドーン、うわうわピシュドーン、ドーン、ドーン、ゴードーン、ドーン、うわ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 ガン、ガン、うわうわグレーン、ブードーン、うわぜゴロダ GT。 今だヒロト。ああ、ゴロダ GT ホイールモード、ピキボーンボーピーボーンピードーンピーピーピーうわうわシンカンなことやっちまったぜ。プシッドーンドーンドーンやったイエイエイよっしゃプシッドーンプシッドシュゴージャーチェッカーフラッグハンマーパンチ、我が分身が負けた。一人だけの力で勝てるなどおごりぞよ。これからも三大人の力を合わせてヒューマンワールドを汚く汚して汚れさせまくるでおじゃる。おー、我を許してくれるなりか。だし、お疲れ様です。前田です。ゴローダー GT の回、作りました。ちょっと最初、順序、最初というか、この間、強烈王の話を先に上げて、まあ、ゴローダー GT の本当は後の話なので、ちょっと時間軸というか、回数の前後がしてしまいましたけど、ちょっと今日はこれを作りまして、で、今回から、ガイアークの三大人をですね、前まではですね、ニンニンジャーの指人形、この子たちにやってもらってたんですけど、今回から、バージョンアップというか、はい、使うおもちゃをチェンジしました。で、これはですね、真ん中の秋葉レンジャーのやつは、
前から持ってたんですけど、まあ開けることなくですね、しまってあって、で、この二つは最近中古屋さんで、買ったんですけど、これは仮面ライダーブレードですよね。あの、仮面ライダージオウが、まあ再現今、作ってますけど、そのうちブレードが出てきたりとかするんですよね。で、そういった中で、この辺も買ってきました。これは、あれですよ。名前が出てこない。ディケードじゃなくて、何でしたっけ？あ、龍騎？龍騎でしたっけ？ちょっと曖昧。で、これは、牙ですよね。あの、デラックスのおもちゃの発売スケジュールを見ると、龍騎のライドウォッチはもう出てますよね。ただ、龍騎自体は、物語には出てきてないという状況で、で、牙は、ライドウォッチが確か10月の末かな？終わり頃に発売されるって見たので、ってことは近々出てくるのかなと思ってですね、ソフビを買いました。あと、ライドウォッチのあの、ダイザーってやつですか？この間、さりげなく、あの、出てきてましたけど、相互がガチャンってはめてましたね、ライドウォッチ。あれ何なんですかね？いきなり登場しましたけど、あれに確か電王のライドウォッチがついてくるんですよね。もうすぐ発売だと思うんですけど、そう、なので電王もそろそろ出てくるんじゃないかと思って、電王のソフビも、まあ、ソフビかアーツか、フィギュア、なんかしらちょっと買ってこないとと思うんですけど、いや、過去のライダーのおもちゃを持ってない僕にはちょっと再現が辛くなってきましたね。まあ、こういった形でピンポイントで、ちょっと買ってこようという今ことになってるんですけど、ちょっと皆さん、わかる方、すいません、教えてください。この人、この人ですね、誰かわからないんですよ。ソフビ確かこれ5個で、300円だったかな。なので、まあ、5個買わなきゃちょっと損だと思って、まあ、この辺は、仮面ライダーだから買ったんですけど、これはですね、まあ、敵キャラにいいかなと思って、買ったんですよ。で、この人は誰かわからないんですけど、あ、なんか書いてあるぞ。ここに。これはザムシャーですか？でも、つぶらやプロって書いてあるってことは、ウルトラマンですかね？ちょっと、これ気づかなかったです、買うとき。ライダーのキャラじゃないのかな、これは。うん、知ってる方いたら、教えてほしいですね。いやー、ゴローダー GT、かなり動きます。ライダーキックみたいなポーズなんかも、取れたりできるので、相当稼働は優秀な、食玩ですね、ミニプラ。はい。で、今回再現するにあたって、まあ、かなり活躍してましたけど、後ろのですね、エンジン王くんが、もうだいぶ、あれですね、くたびれてきてますね。なんかもう自立できなくなってましたよ。これ、普通に立たせようとすると、後ろにもう、ちょっと持ってかれるんですよね。なんで、何かにこう、よっかからせて立たせたりしてますけど、いやー、だいぶこの子には頑張ってもらいましたからね。他の戦隊の再現の敵役とかで、ガンガン登場させて、使ってたので、だいぶくたびれてきましたね。もう少し頑張ってほしいところですね。次はですね、とうとうですね、G12、ゴーンジャー全合体ですね。まあ、伝説級の全合体、余剰パーツなしの、ロボットが登場しますので、はい、ちょっとそれを撮影するまでは頑張ってほしいというところですね。ちょっとジャンボエールを背負うとですね、もう後ろに持ってかれそうで、かかとのこの補助パーツつけてるんですけど、まあ、ここというよりかもしかしたらこのバスオンとキャリゲーターのこのくっついてるところがもうゆるゆるで保持できないのかなという、あ、倒れそうという感じですね。結構他にもですね、ガタが来てて、これ、もう今、両面テープで止めてるんで、ちょっとわからないんですけど、このですね、ジャンボエールの、ここの部分がもうかなり、ゆるゆるで、今ですね、実は両面テープ、見にくいですけど、ここに両面テープを貼ってて、これでなんとかですね、こう止まってるんですけど、これ、もう貼らないともうプラーンと、ここが、なっちゃってですね、後ろに背負わせるともうこういう風に、カエルみたいになっちゃうという状況なので、両足とも両面テープで、こういう風にですね、はい、騙し騙しやってるという状況なんですよ。あとごめんなさい、今気づきましたけど、G9 の
ジャンボエールのこの顔の向き、これ反対ですよね。本当はひっくり返さないといけないと思うんですけど、すいません、もう取ってしまいましたので、今度から気をつけますと。時々パーツの変形の仕方とか付け替えの仕方が違いますよと、まあご指摘してくださる方がいらっしゃるんですけど、はい、すいません、気づかずにやってることがほとんどなので、申し訳ないです。いや、仮面ライダージオウのおかげでですね、昔の仮面ライダーに触れる機会が、増えてきましたよね。今までは、全然ほんと知らなくて、今もわからないことだらけですけど、特に去年の、ビルドをやってる時なんかは、昔のライダーなんか出てこないじゃないですか。なので、ビルドだけ追っかけて楽しんでましたけど、ジオウはですね、もうバンバン昔のライダーが出てきて、俳優さんもですね、本当は、知ってる方が見たら、わあ、なんとかライダーのなんとかが出てきたって、感動ポイントなんでしょうけど、僕知らないので全然、っていう感じで見ちゃってるんですけど、とにかくですね、まあ仮面ライダーのおもちゃも最近、中古屋さんに行ったらこう、覗くんですけど、めっちゃくちゃいっぱいありますね、武器も。まあビルドで思い知りましたけどね、武器も1年間に何個出るんだとか、変身アイテムのこのコレクションですか。去年はフルボトルですよね。そういった類のものが毎年続いてたんだなと改めて思いますね。まあ、ただ、ジオウの再現を作るにあたって、まあ、こういった、昔のですね、ライダーの、まあ、おもちゃとかを、まあ、触れる機会が増えてきたので、こういう戦隊の再現にもですね、いろんなキャラが登場するようになってくるかなと思いますね。そう、これ、さっきのゴローダー GT の劇中でですね、ビルの役で出てもらいましたけど、これ本ですね。これを眺めてるとですね、ゴレンジャーから、ジオージャーまでの40年分の戦隊のデラックスガムがこう載ってる本で、とてもうっとりしながら眺めれる本なんですけど、今回の、戦隊、ルパンレンジャー、パトレンジャーは確か42作品目ですから、45周年の時にまた、ゴーカイジャーみたいな、昔の戦隊絡めた戦隊が出てくると、盛り上がりますよね。今回の今やってるジオウみたいに。まあ、昔のレジェンドたちと共演というのが出てくると、はい、この、まあ、2年3年で集めたですね、おもちゃたちがですね、また生きる動画が作れるかなと思ってますね。はい。ではですね、次回はですね、とうとうお待ちかねですね。G12 の登場する回を作りますので、お楽しみに、結構楽しみにしていただいている方多いみたいなので、ちょっと頑張って作りますね。ということで、今日はゴローダ GT の回でした。ありがとうございました。前田でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。